いや、ハロー、こんばんは。はい、現在9月14日火曜日、いや、9月15日水曜の午前0時になろうとしてますね。はい、今日うちの母がなんと23時半には布団に入りました。超珍しいです。で、そこからですね、もう今の雨、シャワー浴びたり、ブログ更新したりとかいろいろしててこの時間ですけども、はい、この時間にスタートできるのは珍しいです。ということでですね、はい、昨日からスタートしました、ウマ娘プリティダービーね、今年の8月19日に、ちょっと全削除という形になったんで、2週目全部の話数アップしていこうというのを決めたんでやっていきます。はい、3話ですね、いきます。では自己紹介。はい、僕はマジ大道芸にハマっております。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主です。テレビには25回ほど出ております。で、この本の著者であり、現在40歳、芸歴は15年目のマジシャン大道芸人パフォーマーをやっています。やればできる、諦めない、これを伝えたくて主に子どもたちの前でショーしてますが、現在コロナの影響で1年半ほどイベントがなくて、貯蓄切り崩して生活してます。で、節約のためずっと家にいてます。ほんまに出てません。で、そんな中でアニメにハマって、約1年半で440作を超えるアニメ映画見てきました。で、気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はこのアニメ視聴動画を配信してます。なぜリアク職人かというと、ここもともと僕が一人暮らしをしてたワンルームの家なんですが、2017年の9月にですね、東京にいたうちの母にいろいろあってちょっと住めなくなったんで、独身息子の我が家に来ました。はい、で、家賃光熱費は僕が払ってます、家主なんで。その代わり食費と他を払ってくれという約束のもと、母は一緒に住んでますが、はい、もうすぐ横で寝てます。なので声が出せません。はい、こんな環境の中でね、アニメリアクター、リアクターじゃないな、アニメの視聴動画の配信してます。はい、で、やればできる、諦めないよね、伝えたくて僕は会社員辞めてパフォーマーになりましたんで、今はね、このアニメの視聴動画を通じて、やればできる、諦めない、これね、伝えれたらなと思ってます。はい、はい、この筒作りました。これがあればね、カメラに声が届くんです、ちっちゃくても。で、理由はここに書いてあります。はい、工夫次第ではできる。はい、やればできるというところを見ていただきたい。あと、諦めないっていうのは、僕の投稿動画の再生数を見てください。まあ、全部といっても過言ではないほど2桁しか取れてません。ずっとです、ずっと。はい、なので、僕は指2本だけで崖にぶら下がっているような感覚でやってます。指さえ離せばすぐ楽になれる。ただ、信じて続けていけば、いつかきっということあるやろうと、それを思ってですね、1年5ヶ月、もうほぼ毎日サボることなく、アニメめっちゃ見て動画投稿しまくってますんでね、ちょっとね、あ、こいつ諦めてへんなと感じ取っていただければ幸いです。はい、ぜひ応援よろしくお願いします。で、本業当然知っていただきたいので、概要欄には僕のホームページ、SNS、各種、PV、プロフィールなどなど載っけてますんでね、ぜひともチェックよろしくお願いします。で、コロナが終わった時にはいつか生でね、僕のショーを見に来ていただければなというのがうっすらした今の夢です。お願いいたします。はい、で、過去のアニメ視聴動画に関しては再生リストに、作品ごとにまとめてますんで、ぜひともそちらもチェックしてみてください。では、今日は D アニメストアにて、ウマ娘プリティダービーシーズン2、3話、2週目です。ほとんど覚えてません。ちなみに3月20日だけで、セカンドシーズンの1から10話まで見てます。よし、行きましょう。3、2、1、スタート。ちなみにですけども、そのウマ娘プリティダービー3月20日で、1話から10話まで一気に見たんですけど、その前2日間ぐらいで、ファーストシーズン見終わってますが、ちょっとね、8月の19日やったかな、今年のまだ先月ですね、最終回、セカンドシーズン最終回で、著作権の警告来まして削除されました。
それに伴いね、バンクラウトまずいので全部削除したというところです。でまあ、どっちみち馬娘富士ダービーのねシーズン2に関しては2週目見たかったので、まあまあいいきっかけになったかなと思って、昨日から見始めております。よろしくお願いします。出会い、アルゼンチンバックブリカーやん。ああ先生待ちかねたんほらやたら話し出してたな。こんなんもらってたか。いいですね、この二人の関係は。
おお、バラバラ。だと。あれ、ゴルシー広げるんか。打倒スピカの字ね。ごちゃごちゃ、ああ、後ろから2番目か。
そうかそうか、二人の出会いの話か。いや、もういいですね、これは。いいシーンですね。そっか、6頭立てか。
スペシャルウィークの頭にショートケーキ乗ってたな。困ったけど、どうなったっけな。いや、かっこいいな、このレース陣。あ、ムーリー出た。いや、これはしびれるね。小馬慎さん。いや、はい、じゃあちなみになんですが、去年、あ、じゃない、今年の3月20日に、まあ、1から10まで一気見して、そこから11、12、最終回だけはリアタイで見たんですが、
前回3話の時に残した感想というのが、無敗の三冠馬娘から無敗の馬娘へ目標チェンジの帝王、初詣で待ちかねた王者の間抜けなシーンに引き、無敗の馬娘になると願い事を叫ぶ、マックインと2人で URA 賞を受賞し、2人は天皇賞春で戦うことを約束。熱い展開ですね。そして2人の出会いのシーン、お互いが負けず嫌いで練習量を競う、だから遠い、遅い帰りやのに毎日で食わす、カナオプスがスピーカー打倒かっこ5時に燃えていると。シーバードだったっけ、あったあったあった、めちゃめちゃかっこいいな、こんな終わり方だったか。はい、で、カナオプスがスピーカー打倒過去5時に燃えている、マックインの阪神大賞典6頭立てのレースで周りからマークされまくるもぶっちぎりの勝ち、これも史実をそのままで、実況もそのまま、次は東海帝王の大阪杯って書いてますね。はい、ということで、まあ、2週目なんですけども、ちょっと僕は異常な量のアニメを見てるんで、細かくは覚えてません。細かいところまではもうほとんど覚えてないので、前回残した感想というのは終わった後にこう、ね、読みながら見進めていこうと思います。やっぱこのレースのシーン熱いですね。めちゃめちゃ熱いな、レースのシーンが。またちらほら出てくれば北サンブラックと里のダイヤモンドですか、ここがまあ可愛らしいですね。で、あとカノープスのカノープスのシーンはほぼほぼコントという感じで面白いですね。特に打倒の字が間違ってたところとか、会議でどうやったら負けないかに、レースじゃないとか一着なればいいとかね、単純なことばっかり言ってるのもまあ面白かったですね。でこれやっぱマックインと帝王の出会いのシーンは、素晴らしいですね。毎日その夜遅い時間に手食わす、2人とも練習ずっとしてるからってね、次の日次の日次の次の日次の次の次の日、次の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 日ぐらいまで行ってましたね。いやーやっぱいいですね。2週目でもやっぱ最高ですこれは。はい、ということで、馬娘プリティダービーセカンドシーズン3話2週目でした。どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価などよろしくお願いいたします。はい、以上マジタイ的に話しました。